よいしょ。配信ちゃんとできてるよね。ではやっていきたいと思います。前回なんかレッチ君を助け、で、子猫ちゃんも助け、そんな感じのはず。あ、クラウドさんどうだったんだったっけというわけで、今日もやっていきたいと思います。おとなしくるみです。ぜひぜひお気軽に友達と話すような感覚でコメントしちゃってください。任せていいか。俺はここで仲間を待つ。ウェッジが生きてたんだ。可能性はゼロじゃない。ね、そうだよね。俺は支柱の上で、ジェシーとビッグスと話した。だから、二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。ああ、そんなこと、クラウド。クラウドが、そんなこと。まあ確かにそう思うけどね。星に帰ったんだよ。あ、諦めムード。あ、これは、諦めムードが、漂ってます。帰る場所は間違いやがって。ダメなのかな、ダメなのかな。でも、ちゃんと死んだっていう瞬間を見てないぞ、私は。立ち止まってたら、あいつらに笑われちまうな。まあ、重てえな。にゃんこがいるだけに、シュレディンガーのなんとかっていう感じでね。で、今の重てえなっていうのは多分あれですね。なんか命の重さみたいな、そういう感じなんでしょうね。あの仲間の命、仲間の夢の分も俺が背負わなくちゃいけないんだみたいな、そんな感じの重さな気がするね。よいしょ。今日はね、椅子に座ってやってますだから多分いつもよりいいと思うけど、あのちょっとお腹のプニ具合が背筋伸ばしてないから本当にすまねえ、恥ずかしいことに。他に当てがなくてよ。よいしょ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。優しい。もう開幕シリアスだ。あ、ちゃんと生きてた、よかった。やはりエアリスを取り戻すべきだ。またその話かい。シンラの地下施設で人体実験の跡を見つけた。俺の方がシンラという組織を知っている。話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えない。この世界でたった一人の古代史となれば、科学部門固まっていないはずだ。科学部門には北条という人を人とも思わない。やめておくれ。おう、やつな。でもやつな。少し考えさせてくれないかい。あんたたちも疲れただろう。今日はもう休んだらいい。まあね、なかなか難しいことなのかな、やっぱり。何の音だ。ドアが開いている。ドアが開いているぞ。で、そっちに行けと言ってるのだな、これは。で、この写真、ただの写真かな。まあ行けと言われたら、ちょっとこっちの上とかも見てみたくなるよね。見てみたく。あれ？こっちも行けるのか？ほんと？まさかのこっちが正解パターン？
っていうわけではない、うん、っていうわけではなかったね。あー、お花がいっぱいで、かぼちゃもいっぱい。あの黄色のかぼちゃっておっきいかぼちゃだよね。雑穀なんだ。よいしょ、とっとっとっと。ちょっと今回あの音声を映像より早めに設定したから、訪れは多分ないと思う。わかんないけどね。時間経つとだんだんずれてく可能性もあるし。出れるんだ。割と自由だな。ダッシュ。ダッシュ。あら、合ってたの？こっちで。ティファちゃんがあんなところに。あれ？これはもう決まってるぞ、なんか。うん。帰れない。戻ることもできないのかな、まさか。ちょっと、こっちが正解ルートだった場合、私はあの、開けたドアの先を見れないということになるのでは？なるのでは？いや、ここはもうカメラが動かせるし、自由に歩ける。自由に歩ける。ということは、一旦戻れる。よし。なんかこっちが正解ルートっぽいぞ。こっちが正解ルートっぽいかな。先に行きます。あの、ドアが開いてたところを先に行きます。いやー。と思ったらいけない。なんなの？あ、宝！宝箱！宝箱！ちょっと、ここ開けてください。あの、ちょっとそこに用が。タクラーナさんも開けてもいいのに、こんな。あー。あとでチャンスあったら取りに来よう。あれ、いつからあったんだろう。一番最初に来た時からあったのか？それとも何かのタイミングで行けたのかな？で、こう行くと、ね、こう、こっちからも行ける。あ、そっかそっか。繋がってるもんね。ティファちゃん、こんな夜中にどうしたの？進みました。勝手に。よいしょ。眠れないのか。眠れないのか。うん。クラウドも。足音がした。うん。あれ、足音だったんだよ。起こしちゃった。気にするな。ソルジャーの習性だ。そうなんだ。この前くれたお花、エアリスからもらったんだね。今のツンデレっぽいよね。やっぱりおかしいと思ったんだ。クラウドがお花なんて。咳が。花言葉は再会だよね。嬉しくて調べちゃった。大事に取っておいたんだけどな。はい。その花も、なくなっちゃった。全部燃えたもんね。だからか。家も、全部、昨日の原神の長時間配信で喉が喉がやられてますね、これ。またなくなっちゃった。こんなシリアスな場面なのにごめんなさい、私のせいで。さすがね、ここはね、ギュッてするよね、ギュッて。全部なくなったら本当絶望だよね。
優しいな、やっぱりなんかね。ありがとう。無印の頃からこんなに優しい感じでなかった気がするんだけど、あの無印の頃はね。あんたには世話になりっぱなしだ。まあちゃんとやってないから気のせいかもしれないんだけど。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ。あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから。エアリスちゃんに？私からもお願いします。助けたいんです。友達だから。うすうす分かってたのさ。いつかこういう日が来るんじゃないかってね。それでもエアリスを助けてやっておくれ。任せろ。うん。父ちゃん。いい顔です。マリン。行っちゃうの？そういえばバレットの、すまねえな、ね、首にかけてるあれは、そばにいてやれなくて、ドッグタグだっけ？違うんだっけ？父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。でも、それじゃ戦えない。悪い奴らが星を壊そうとしてる。うん。壊そうとしてる。父ちゃん、そいつらと戦ってんだ。でも多分ね、星を壊そうとはしてないと思うな。壊れないと思ってやってると思うな、きっと。だって、企業だから。営利目的っていうのがね、行かねえと一番の目的のはずだから。マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺ちゃんと言わねえとな。うん、あのね、あのお姉ちゃんね。どうした？ううん、助けてあげて。任せろ。実際壊れるのかな。このまま魔法で吸い上げ続けると帰ってくるよね。 FF7 の疑問点その1。絶対だ。本当に壊れるのだろうか。じゃあ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。お、マリンは大丈夫だ。ちょっと目がうるってきてるのかな。よし、死んだビルに乗り込むか。それを隠すためのみたいな。忘れるな。わかってるよ。エアリスの救出だろ。お、なんかバレットさんも丸くなりました。ちょっと。でも上までどうやって行く？鉄道は動いてないよね。まずはマテリアだ。線路を歩くか。今は非常事態だ。表だったルートは封鎖されていると思った方がいい。歩きマニア、どうすんだ。裏ルートがあんのか。そういうこと知ってそうな人って。コルネオか。マジか。いやー、でも本当すごい綺麗な世界で、あのね、映像が。ちょっと待って、ダメだ、また操作が。ほんと、原神と混合にやってたりするとわかんなくなる。マテリアの、なんか一個空いてるね。さっき手に入れたマテリア。歩きマニア。マテリアをつけて歩き回ると歩数がカウントされます。歩数が目標数に達すると、何かいいことがある5000歩。ほんと。じゃあ、こうして、こう、くる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 、くるくるくるって歩くと、コーヒーでも食らったかみたいな。
これはもう完全に不審者を見る目です。と。で、31本本当が増えてる。ちょっとしばらくつけておこうか。待って、間違えた。ちなみに他の方たち、おー、なんか見れる。まあ、いいか。あ、そう、宝箱回収できるかな？ちゃんと開くかな？ちょっと待ってね。一旦戻らせて。一旦戻らせて、戻れるか。戻った。ただいまー。さっき行ってらっしゃいって言われたよ。ただいまー。あ、話しかけれるね。話しかけよう。エアリスを頼んだよ。はい。マリンとウェッジのことは任せな。うん。エアリスを頼んだよ。ありがとうございます。マリンとウェッジのことは任せな。やっぱね、二人のことが心配だと思いっきり戦えないもんね。心配で。ありがとう。マリンもお留守番頑張る。かわいい。みんな頑張って。いい子だ。よくできた子だ。お父さんあんなに過激なのに汚い言葉いっぱい使ってる気がする。割と激しい言葉使ってるよね、確か。使ってるのに。ほら、子供ってさ、親の口癖とか真似するもんじゃん。やろう、ぶっ殺してやるとか言いそうなんだよね。ちょっとね、厳重のお守り手に入れたよ。厳重のお守り、厳重のお守りはアクセサリーかな。うん、呼び出す召喚獣が強くなります。すごい。この今思ったらそうだね、回復行動の効果が上がりますとか、回復だった。すごい曖昧だね、今思うとこれ。そういえば、今気づいたけど、ほら、この辺はちゃんと 10% とか 5% とか書いてあるんだけど、この、ここら辺のパーセントとか何もないっていうね。あ、リレーズはいいわ。ちょっとこのあたり具体的な、ないんですかね。ファストトラベルないですか？ないですね。マップはどうやって見るんだったかな？こうか。で、てか本当にないよね、このゲーム、ファストトラベルは。ないよね。確か。うん。はい。どう行けばいいかな？どう行けばいいかな？戻ってきた。ちょっと待って、あれ、こっち、ちょっと。今のわざとじゃないからね、ほんとに。あー、もう地図見れない。地図が見れない子か、やばいな。ちょっと待ってくれ。一気にそこまで行くの？これでさ、とか。あ、ちょっと待って、あの、もぐのさ。どこだったっけ。あの、秘密基地をね、子供たちの秘密基地。あこに行って、モグリメダルを交換してもらおう。いっぱいあるから。ちょっと待って、あれ、どこだ？あ、ここマテリア屋か、普通の。チャンドリー君、どこだったっけ？おっと、なんか始まった。情報やキリエの大スクープだよ。誰だ？キリエちゃんが仕入れてきた取れたてピチピチの情報だよ。反神羅グループのアバランチが1番と5番の後、調子に乗って7番マコールまで爆破したんだけど、素人の悲しさで爆弾の威力を把握していなかった。ほう。その結果がこの大スクープ。新たなへそ出し娘が現れました。反神羅なんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウータイの手先というか、ただの使いっぱしり。それデマなんすけどね。これが真相。上で仕入れたばかりの最新ニュースだよ。それ、そうさ、ファクトはファクト、ファクトを示せ、ファクト。証拠はどこにある？油断も隙もねえな、ウータイは。結局魔法が妬ましいのさ。証拠を示せ。そうになるのかい。仕掛けてきたのはあっちだ。仕方ないだろ。ねえ、ゴギル。情報はただじゃないんだよ。じゃあそんな公衆の面前で話したらダメだよ。大の手先じゃねえ。
ともかくそこだけははっきりさせねえと。私たちの主張なんてもう誰も聞いてくれないよ。いや、まあ主張したらバレるからね、そもそも。うん、手置き。ごめん。ティファ、なあ、ティファ。俺たちは反省も後悔も許されない身だ。うん。こっから先はもうただただひたすら前進あるのみ。うん。何があろうと阪神らの火は消さねえ。うん。でも今は前だけじゃなくて周りも見て、みんな怯えてる。だからお願い。お、何でもや最後の仕事。プレートが落下し困っている人々がスラムの各所にいます。死んだビルに乗り込んでしまうと何でも屋の仕事はできなくなります。死んだビルに乗り込む方法を探しながらできるだけ多くの人を助けてあげましょう。あら、最後の仕事ですか、これが。エンディングが近そうだね。とじゃあマップを開いて、クエストだったかな。クエストに、なんか追加。おお、いっぱい追加されてるって、これのことなのか？最後の仕事って。うん。マレットさんは、覚悟完了してるのはすごい。偉いね。すごい。どうしましたか？この人あれだね、ちょうど。クラウドさん、フォリア先生。日課の見回りに行ったみたいなんです。今日は中止にしなさいと言うべきでした。もし子供たちを見かけたら帰るように伝えてくれませんか。子供たちの特徴は多分わかる。あんたは動くんだけど。どんな特徴だったっけ。ここで子供たちを迎えてやれ。いいな。あ、はい、そうします。よろしくお願いします。よいしょ。消えた子供たち、子供たちを探すんだね。まあとりあえず歩きながら、なんかクエスト受けながら、子供たちも探していこう。お、あなたはチョコボスタッフ。いいところにいらっしゃいました。ちょっと知らない気がするけど。すごい腕の元ソルジャーの何でも屋だとか。それでご相談なんですが、はい、うちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか。チョコボ探し。実はプレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまったんです。ほうほう。きっと今頃怯えてお腹を空かせているはずです。かわいそうに。よいしょ。これは大変だな。わかった、気にしておくぜ。ありがとうございます。見つけたらこれを食べさせてください。逃げたのは3羽、名前はカカ、ロロ、モモです。野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずです。よろしくお願いします。チョコボクルマでファストトラベル。チョコボクルマ、チョコボ車かな、扱えるようになりました。チョコボ車に乗ると目的地へ手早く移動できるようになります。クエスト、チョコボを探せで、チョコボを見つけるとチョコボクルマ、チョコボ車の行き先が増えていきます。チョコボ車を使うときは、チョコボストップの時刻表を調べるかスタッフと話しましょう。おぉ。おぉ。あ、いろいろ行ける。ウォールマーケット入り口、陥没道路入り口、五番街スラム入り口に行けるんだね。なるほど。うん。チョコボを探せと。あの人も困ってるらしいよ。何でも屋さん。デマンさん。いいところにいらっしゃった。もうデマンを流すために生まれてきたような名前。をやってるものでして、はい。何が新聞だ。神羅の宣伝ばっかじゃねえか。まあ、ただ、
だからこそ手に入る情報もありまして。興味あります？実はですね、神羅の某部署がボルネオの財宝を押収することになったのですが、なんその財宝が隠されている部屋の鍵を何者かに奪われてしまったらしいんです。その鍵を奪ったのが、何を隠そうスラムエンジェルなんですよ。誰だっけ？神羅やコルネオを付け狙う5番街スラムの盗賊です。あのスラムエンジェルがまた現れたんです。どうです、今度こそ興味ありません？ちょっと誰のことか覚えてない。ねえな、でも時間もねえ。興味ありですね。まあ、ここから多分長いんですけどね。スラムエンジェルのアジトは覚えてますよね。いや、全く懲りてないのか。いやね、前向きに考えようかと思いまして。だいぶ昔のことなんで忘れてしまいましたね。それはそれでネタになるなと。何をさせる気だ？何をさせる気だ？盗まれた鍵を取り返したら、財宝は皆さんのもの。私はスラムエンジェルの正体が知りたいだけなんです。なので、何か分かったら、ちょこーっと情報をいただければ。よいしょ。なるほど。何か分かったら、伝えるみたいな感じだね。こっちは何かな？何だったかな？まあ、とりあえずね、みんなを探そう。みんな困ってる人を探そう。スラムをね、歩いたりしながらね。もうこの先はどうだろうな。いるかな、困ってる人。お、なんだ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 。おっと、こっちにも何かあるらしい。おっと、これはいかにも怪しい雰囲気。あ、クラウド。あ、ムギ。こいつが迷子。ムギくん。こいつとか迷子とか、いきなり何？なんか謎の光に包まれています。こんなところで何をしてる？一人なのか？それが、見回りのみんなと倒れたお墓を直してたんだ。そしたら倒れたお墓？お墓？声が聞こえて、気がついたらみんな消えてた。あ、なんか幽霊騒動のね。ちょっとあれ、まだ終わってなかったのか、あの話は。ゴーストが、もう雰囲気からしてやばいもんね。あ、こんな明るい中からファントム。連携しよう。俺の見せ場だ。お、どこだどこだ、どこ行った？あ、さあ行くよ。あ、すぐ消える。どこだどこだ。お、はい。しまった。よし。あー、後ろだな。9、残り。大変なことに。ちょっとクラウドさん回復をお願いします。まだ終われない。トン。よし。なんかもう見失うね。あっと、やばい。あ、やば。どうしよう。トウ。ああ、え、全然ダメだ。なんかもう攻撃力が高すぎる。ほか？ちょっと、なんかいい感じのお願いします。どこだ。ああ、だから強い。線とか食らってるもん。どうしようかな。まあ、わかんなくなった。あ、まずい。まずいぞ。わかんなくなったら、とりあえず、なんか、逃げよう。おーっと。
画面赤いのってあれか、ティファちゃんがずっと戦闘不能だからか。フェニックスも使っとこう。無茶はするか。おっと、バレットさんなんか使え、何も使えない、ゲージがないもん。あそういえば見上げるの忘れてたよ。アビリティ見破る、見破るのとあとケアル、ケアルだ。あー遅かった、ちょっと見破ってよ。全く見破ってくれないよ。ん、ちょっと待ってね、とりあえずこう打って見破る。よし、うん、ファントム、浮遊霊体ゴーストの亜種と思われる。通りかかった者にいたずらしい危害を加えるが、その動機は明らかになっていない。リフレクをデバリアで解除するとバーストしやすい状態にできる。敵の技で習得できるアビリティを使います。炎が弱点。デバリアはね、なんか誰も使えないと思ってないと思う。多分マジックなんだ、マジックのね、なんかなんだけど、ないから、あ、霊気吸収習得したよ、習得したよ、習得したのはいいんだけど、リミット。ファントム A が全然あの減ってないね。これはまさかの長期戦か。これは、魔法のなんとか、どうしよう。ああダメだな、ちょっと私バレットを使いながらなんとかしよう、なんとか体勢を、体勢を整えよう。どこだ、なんでだ。これはラスボスだな。いや無理がある、無理がある、ちょっと無理がある。クラウドファイヤー、もう任せる、私は逃げる、逃げながらゲージを貯める、そんなお仕事。慎重に行こう。クラウド、クラウド、あーもう MP がない。くる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 してましょう。あ、今ならいけるんじゃない。あ、ダメか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 、逃げろ逃げろ。ちょっと君も戦ってくれないかい。ねえねえねえ、よし、じゃあ、あ、クラウドリミット使える、まあ当たんないけどね、きっと。あ、当たった、やるじゃん、さすがソルジャー。よし、今のうちに行こう。トーン、よしよし、やっぱ私は逃げてる方がいいな、これは。私は逃げながら様子を見ることに徹しよう。ケアル、ほんと回復していかないとやばい。どこ行った、どこ行った、あそこか、そこか、危ない危ない、狙ってきてる、やっぱり私を狙ってきてる。ファイナー、バレットが回復、回復ね、バレットさん自分に、私は来るべき、来たるべきチャンスを待つ。私は今止まるわけ。おっとおっと、大丈夫か大丈夫か、
リフレク、リフレク。ってことは魔法使えないのか今。でも魔法使えなくても何かしらのなんかあるよね。で、霊気吸収ってなんかアビリティ覚えたけど、自分の周囲の敵から HP を吸収します。クラウドさんちょっと使ってみる？それ、あれで HP 吸収してるんだ。だから減らないのか。ブリザード、おお危ない。でもね、ブリザードは当たりにくいんだよ、私はよく知っている。これどう？跳ね返る？ああ、あさっての方向に。ちょっと現れる瞬間を見極めたりもしなくちゃいけないのかな。ああ、もう MP がない。とりあえずファイヤー当ててみて。ダメか。ダメか。今どんな状況だ？クラウドが MP がない状況。よし。私は止まるわけにはいかないのでコマンドが使えないのだよ。頼みます、アバランチのリーダー、多分リーダーと、自称、ソルジャークラスファースト。ファイナル。跳ね返ってるな、やっぱり。ダメだ、跳ね返ってる。そっか、デバリアがいる感じだったのか。私が逃げ回ってる。ほんと、大丈夫大丈夫。今のは当たってない。ダメージは受けていない。それがブリザード系の弱点だ。当たってもね、当たっても動けば当たんない。ダメージ受けないんだよ。どこだどこだ。おぉ。あ、マレットリミット使おう。クラウドどうしようかな。どこだどこだ。わからないときはこうやってなんかかわす。クラウドもいける。当てれるかな。ちょっとワンターン待った方がいいかな。いや、いけるか。よし、あ、あともう少しだ。よし、いったいったいった。うん、よし、やったね。よし、やっぱり機械を待つ戦法がいいね、私は。と、あれ、どうするんだったかな。こうだったかな。間違えた。はい、間違えた。すっごい間違えた。だから様子が気になってさ。そうか。とにかくありがとう。また世話になっちゃったな。俺たちハウスに戻る。はあ、そうだね。あのハウスの子たちだもんね。クラウドさん、時間マテリアを入手した。よかったら使ってください。いいじゃねえか。いいじゃねえか。いいね。いいじゃねえか。はあ、よかった。ちょっとね、今日はさっきからずっと画面を変えるの忘れてましたね。いやー、時間がかかったね、今の。あ、ラスボス倒しましたね。これでゲームクリアですね。よし。私、この作戦で行こう。今度から。あ、もうほら、もうなんか1000歩達成してる。早い。え、どこから出るんだこれ。これ。ん？こっちか？あ、こっちか。で、今終わったのがこうでしょ？
秘密基地はこっちじゃなかったっけ。まあでもスラムはどの道行くもんね。どの道行って、でこことかも全部見る予定ではあるから、うん。待って、本当にあのチョコボのどこだったかなって、あんまり覚えてないんだけど、うん、とりあえず戻ろう。戻ってマップを埋めるついでにいろいろしよう。うん、こっちかな。いや、こっちだよね。ちょっと不安になる。あれ、合ってたかなみたいな感じで。うん。ダッシュよ、ダッシュ。こっち、下、下、下。ちょっとね。ファストトラベルチョコボ使ったやつは、ちょっとお金がいい。あ、こっちか。そうだ、こっちか。こっちか。こっちだな。うん。ちょっとね、モーグリメダルがいっぱいあるからね。これを交換したいのです。うん。てれれれれん。来てくれて嬉しい、クポ。クポ。バイ。アトミックシザー。おお。持ってなかった。モーグリメダルは全部で18個あるんだね。まあこれを買いましょう。うん、やっぱね、武器は大事だね。あとまあこの辺が限定のものかな。あー、少し溜まった状態。うん、 25% 以下の時、自分に対する回復効果が上がる。モーグヤが時々出てくる薬の調合用のすり鉢。これはキーアイテムだね。これはいるな。うん。これは、あー。おー。まあ、これも等がいいのでは？この二つも。は、10SP 獲得した。そう、これ、んー、まあ、あ、でもどうかな。普通に戦ってたら、どの道行ける感じなんだと、思うんだけど。あ、もうすっかりみんないつも通りに。うん。あ、そういえば、倒すのあったんだっけ、なんか、ね。お、肝試しロード。この先に果たして何、いるかな。困ってる人こっちいるかな。うん、困ってる人を探しています。誰か困ってませんか。何でも屋が解決します。こっちかな。あ、死んだ。ボックス毒消し。うん、何もない、何もないぞ。こっちは、うん、ここもなんかいなさそうだね。何も、うん、ここも倒したもんね。何もないか。ここは何もなかったね。ファストトラベルできるかな。なんかこういうのじゃないのか。あれ、どうするんだったっけ。できるんだっけ今。まずは、なんかしなくちゃいけないんだったっけ。
キラップあれどうするんだったかな、どうするんだったかな、マップ、マップを探してと、どうする、どうするんだ、どうするんだうーん、チョコボを探せ、こんなところ、あ、そうなんだ、うん、まあ多分まだチョコボを探してないからできないんだな、きっと。まさかチョコボストップがあるところからしかファストトラベルできないなんてことはあるまい。アルバイトか言うと符号、あのフラグが鉄そうだよね。と、こっちだっけ、間違えた間違えた間違えた、すいませんすいませんすいません、うん、とよし、ミニゲームまたちょっとできる、できそう、できそうだね。と、でね、その前にバレットの武器を変える、変えて覚えてもらう、なんか技を、エナジーアッパーを覚えてもらう、覚えてもらってよし、いいところに来た。あのね、クラッシュボックスを難しくしてたの。アップデートされてた。訓練なの。こんな世の中じゃ子供だって。アップデートされてましたね。まさかの。もう相手じゃ物足りなくて。はい。モンスターだってクラッシュできちゃうかも。なんか物騒なことを、物騒なことを言ってるぞ。バカですって。うん。みんなクラウドよりすっごい記録出してるのに。は。説教はそれを抜いてからね。ああ。ではでは、ハードモードってやつかな。増えてるのはハードモード挑戦しますか。はい。ちょっと待って。ちょっと待ってね。再確認する。再確認すると同時にちょっと画面を変えます。うん、制限時間内にボックスを壊せるだけ壊す。で、それで、よいしょ、それで、青い箱を叩くと ATB ゲージが多く溜まる。で、ブレイブアのみ使える。で、赤い箱を壊すと残り時間が増える。よし。よし、思い出したぞ。はい。から、と、おっと、どう間違えたかな私、あれ、あ、そうか、ブレイバーとか普通に使えばいいんだっけ、こうやって、あ、硬い、よし、ちょっと待って、あ、待って、アサルトモード、よいしょ、よし、ちょっと時間を取り戻そう今これ時間を取り戻そう、よし、いやでもこの50とかをいっぱい切るのも結構大事だと思うんだよね。あー、あっちにも見えるな。あ、ブレイバー、ブレイバー。もう一丁ブレイバー。あれ？もう一回。ほんと？あ、2回できてた、できてた。ちょっとこれ、回避切りをつけておいた方が良かったかな。あ、あっち、まさか。まさか、これを倒さないといけない。あ、マジか、ダメだ。じゃあ間に合わない、これ。あー、最初のちょっと1500に、気を取られてた感じですね。あ、これは、これは、子供たちにプギャーされちゃうやつですね。あ、あ、これは、これは。お手本見せてくれるんじゃないの？煽られたー。完全に煽られました、クラウドさん。そんな目で訴えてもダメだよ。もう一回やろうか。やる気なら止めないよ。
もう一回やろうか。行くぞ。行くぞ。はい。よし。まずは時間を増やす。時間を増やす。増やした上でどこだ？あ、こっちにもある。こっちにもあって、どこだったかな？こっちにもある。ちょっと待って。あれ、場所、あっちだ、あっち。よし。で、ここを、とりあえず、割る。片っぽでいいから割る。どうだ？まだか。よし。行くぞ。視界の中に赤い箱を探すんだ、クラウド。はい、あった。で、こっち。あ、壁が。これを壊せばきっと、向こうにも時間が増えるはず。これ2回押してるんだね。2回押せることになってるね。よし。とりあえずこれを倒す。よし。オッケーオッケー。ほら、やっぱり赤いのある。どうだ、どこにある？あったあった。次、こっち。あー、いけるかな。他の可能性は、あっちにもある。どうしようかな。あっち、下にもあったけどな。まあ、上行こうかな。とりあえず。よし。赤いの。赤いの行くぞ、クラウド。多分時間を増やすのは大正義なはずだ、こういうゲームは。よし。あ、でもここはここに行き止まりか。1万超えたぞ、1万。とりあえずよし。あれを取ったらすぐ戻るぞ、クラウド。よし、戻ろう。下に戻るんだ。周りの箱を蹴飛ばして戻るんだ。ここ、よし。で、これを倒す。なんか、あれ？でも行き止まりか？これ。この後はないのか？まさか。消え失せろ。この後は、ない。ないってことはもうこんだけか？どうしよう。とりあえず、壊すことを考えてこうか。でもなんか下にももう、もう一つあった気がしないでもないんだよな。ないんだよな。ちょっと、あ、どうしよう。あ、こっちにありそうな予感が。あ、こっちにある、やっぱり。やっぱりじゃない、これ違う。あれ、あっちかな。あ、あっちか、そうか。あっちにもなんかあるんだっけ。こっち。いや、これはこれだけか。あ、これだけだ。ダメだ、どうしよう。ちょっと待って、3万。どうしたらいいんだ、これ。まあまあ。これは、回避切りをね、入れてないんだから。本当は、これはちょっと3万を手に入れないとダメ。3万達成しないと煽られ続ける感じですね。うん。マジか。本当か。まあ、歩きマニアを増やす。前に。じゃあ、ちょっと待ってろ。今、マテリアを選ぶからな。みたいな感じで。クラウドさん、ちょっと、大人げない感じで、全力のマテリアつけようか。なんか、いけそうな感じの。うん、何がいいかな。ATP ブースターが関係あるかな。うん。関係あるかな。あるかもしれない。ちょっと待ってね。どう？回避切りを絶対いるでしょ？回避切りをして、ちょっと使えるかわかんないけど、ATB ブーストつけて、で、先制攻撃意味あるかな？意味あるかな？この辺が関係ないでしょ？どうしようかな、先制攻撃。これくらいかな、
多分範囲感とかもだって違う、魔法だもんね、魔法。うんうん、まあ ATB が溜まるやつをとりあえず入れてで、とりあえずなんかラッキーは関係ないかな。うん、先制攻撃の、そうね、アイテムの効果だし、 ATP バーストとこれが違うし、うんうん、ビジョンはそもそも使えない。よし、これでいこう関係あるかな関係あるか分かんないけど、まあ回避切りは絶対関係あるからね。ということみたいですね。パチパチありがとうございます。引き続きやっていきます。あの、なんとしてもね、3万をね、3万を達成しないと煽られ続けるので、よし、これが回避切りだ。回避切りは多分早い。で、あと範囲も広い。よし、ひとまず、あ、こっち行こうかな、先。こっち終わらした上で先に進む。で、これは消しておく。消しておいて、こっちこっち。叩き切る。ドン。で、ダメか、やっぱり使えないか。やっぱ同時押しのなんかないね。いや、でもなんかすごいいいぞ、いい感じだぞ、多分いい感じだぞ。よし、ここだここだ、クラウド、さっきよりいい感じだと思う。やっぱ回避切り、回避切り大事、回避切り大事だよよし、で、ここと、ここを壊す。あ、外した、もったいない。ちょっとカメラをしっかり整える。よし、どうだ、ちょっと向こうに当たってるようで、当たった。せっかくだし、これも壊そう。クラウド、あっと、よいしょ。で、これ、あー、これ外れてるのかな、当たってるかな、ちゃんと。なんか外れてる気がするんだけど、ダメかな、ダメかな。ブレイブ当たって、よし、はい、よし、とりあえずこうね、回避切りの動きで、あ、いい感じだ、いい感じだ。さっきと全然違うぞ。どうだ、これが本当のクラウドの力だ。これがソルジャーだ。よし、余裕余裕か、本当にちょっと待って、ちょっと待って。よし、この辺を、ね、全部やればね。よし、よし、いった。もう箱はないのか、もう時間が増えそうな箱はないのか。うん、よし、でかい1500も落としていこう、せっかくだ。あ、間違えた挑戦がね、難しいよね。あ、こういう時ってあれなのかな、やっぱ教習的なやつをした方がいいのかな。こっちの方がいいかな。50を消した方がいいかな。1500は壊せなかったらあれだもんね。ブレイバー、トン、よし、どうだ。これであの子も文句ないでしょう。ロナ、でしょう、どや。そんなことないよ。英雄になりたいならもっと肩の力を抜く楽しくやったやつがしぶとく生き残る。お、本当に強いのはそういうやつだ。じゃあそうするクラウド師匠、またすごいお
手本見せてね。リシリア世界で気が向いたらな。あの頭文字がバンバンバの人と一緒にいたから、なんかそんな記憶が残ってるのだろうか、もしかして。ね、よかった。とりあえずね、アイテムゲットできたよ。まあアイテムよりもね、やっぱあの子にね、ちょっと、ね、できるところを見せたいなっていうところだよね、やっぱり。ATB ゲージは消費するとリミットゲージが増えるようになります。最高か。これは最高なものを手に入れてしまった。うん。まあ、ちょっと待って。マテリアを戻そう。回避切りとか今はいいかな。うん。ちょっとね、マテリアを戻してね。なんだっけ何つけてた？炎と？あー、お腹が、ちょっと待って、いかずと、ケアあるかな。ケア、回復あるね。あー、あと何つけてたっけ？炎と、いかずと。何つけてたかな？いや、わかんないから、消滅ってなんだっけ？消滅魔法のあの、時間は、そうね、ヘイスト、スロー、ストップ。ヘイスト結構好きなんだよね、うん。いや、もう必要ないかもしれないけど、一応つけとこう。なんかさっき起きたし、そういうやつ。ティファちゃん何つけようかな？イカズチレイキ。どうしよう。回復がない。いやでも、回復とか止まることを考えてないかな、ティファちゃんの場合は。うん。ってことは、そうすると魔法全部いらないんだけどね。魔法全部いらないってことになるんだけど。はいか。はいか。アイテムブースト。つけとこう。もともとティファちゃんつけてたし。うん。とまずこうしときましょう。と、よし。じゃあ箱も割れたことだし、一旦休憩にしようかな。うん。と、一旦休憩ということで、少々お待ちを。少々お待ちを。